写真拡大。来季の去就が白紙となり、現役続行を希望する中日松坂大輔投手38が4日名古屋球場で練習後、サンケイスポーツの取材に応じた。来季も中日で現役をやるのがベストですと去就問題が表面化してから初めて現在の心境を激白した。今季年俸8000万円からの大減俸を覚悟。14日からのウエスタン阪神3連戦、名古屋球場で残留テストに臨む見通しであることも判明した。中日が好き、野球ができるならいくらでもいい。松坂が愛車の窓を開けた。およそ5分間熱い言葉を紡いだ。僕が決められることではないが、来季も中日で現役をやるのがベストです。加藤代表にも伝えています。来季現役を続けているかどうかもわからない。ボールは球団の陣地にある。1日に去就について加藤球団代表と会談。これまで内容については言えないとしてきたが、現時点では中日一本だと明かした。条件にこだらはない。今季は2試合で0勝1敗、防御率 16.88。 熱意を買われる形で再契約を勝ち取ったとしても年俸8000万円からの大幅減は避けられない。今年何もやっていないし、僕が言える立場ではないですから、減額制限、年俸1億円以下は 25% を超えることについてもそうですと甘んじて受け入れる覚悟を示した。8月下旬に右肘を痛めてリハビリ中だが、40歳シーズンに向けて自信があるからこそ嘆願する。右肩は絶好調ですよ。右肩の調子がいいから、その反動で右肘を痛めたかもしれませんねと白い歯をこぼす。常に肩との戦いだった。ソフトバンク時代の2015年に手術。今春の春季キャンプでファンと接触し痛めたのも肩だった。今は古傷じゃない。肘は日にち薬で治る。この日も40メートルほどの距離でキャッチボールを行うなど軽快だった。復帰に向けての道のりも明らかになった。関係者によると、14日からのウエスタン阪神3連戦で復帰登板することが有力だという。しかも、この3日間は1軍も名古屋ドームで試合を行っており、矢野球団社長、加藤球団代表ら球団首脳も視察する予定。今月中旬の編成会議を前に最後のテストになる。僕は、投げる試合はどのマウンドも大事だと思っている。午前ピッチで肘の不安を一掃。あとはドラゴンズ愛を訴える。フロント陣の白紙を契約書にするための青写真だ。昨季6勝を挙げてカムバック賞を獲得した中日松坂として生きていく。平成の怪物として負けるわけにいかない。松坂大輔、松坂大輔。1980、昭和55年9月13日生まれ、38歳。東京都出身。横浜高3年時に甲子園春夏連覇。99年ドラフト1位で西武入団。1年目に16勝を挙げ最多勝と新人王。今季は2試合に登板し0勝1敗。防御率 16.88.183cm、93キロ。右投げ右打ち。既婚。年俸8000万円。背番号18。2001年には沢村賞などに輝いた。7年にポスティングシステムでレッドソックスに移籍し、同年に世界一。メッツなどを経て15年にソフトバンクで日本に復帰し、昨季から中日。